今はもうその町に出て買い物したり、プラプラ歩いてどっかお茶したり、うん、あと映画見たり、時間があると天気いいだけでこう外に出て、なんか人間ウォッチングも好きなんですよこう観察っていうか、あと公園も好きだし、そういうとこでぼーっとするのも好きですね。あと今回は名古屋でかな、中古のポラロイドを買って、なんかそれ片手にもうテクテク歩きながらバシャバシャ撮って昔から歌うのは好きだったっていうぐらいでしょうかね。ただ小学校中学校高校ってこう自転車とかでこう自転車乗って遊んでる時とか、もう周り何にもないんですよ。もう大きな声で歌っても誰もこう迷惑しないというか、なんかそういうとこです。そういうとこだったから、ウォークマン聴きながらこう大声で歌ってたり、ちょうど中学校の時とかに、中学校の頃にカラオケが普及し始めた頃だったのかな。で、たまに友達と行ったり、低い声って思う。小さい時とかそれがすごいコンプレックスでしたしね、低い、嫌だって思ってた。でも今はそれがそれで食ってるっていうのがね、不思議だな。ハート、絶対見つけよう。ありましたね。言わないよ、お願い事は。いっぱいある。ケーキ屋さん、花屋さん。あと時々寝る前とかにこう結構こう、なんだろう、こう想像するのが好き。妄想っていうんですか、そういうの。なんかわかんないけど、もし私が看護婦さんだったらとか。看護婦さんもね、そうなりたかったですね。ケーキ屋さんは、小学校低学年の時になりたくて、いいな、なんかいつもなんかケーキに囲まれててうん、実際作るのも好きだったんですよ。一緒に作ったり、お姉ちゃんと作ったり、やらなそうに見えて実は好きだったりしますよ。でもむちゃくちゃ自分ではむちゃくちゃ女って思いますよ毎日泣くしね、嫌になる時もあるけど、考えすぎるところとかは、なんか悔しいことがあったりとか、なんでできなかったのかなとか、なんか嬉し涙とか、なんかそういう人の優しさとか、こう、そういう時に触れた時になんかね、仲良くさせてもらってるね、友達とかと一緒に話してて、甘えるんじゃないけどこう聞いてっていうのは昔より言えるようになったのかな。こうこうこうでどう思うって
友達に何人かいるんですよ、絵を描いてる友達とか。なんかライブペインティングを見に行ったりして、歌でいう即興みたいな感じで絵を描いてて、アーティストだなっていう。でもこう表現方法が違うだけで同じなんじゃないかなと。私が描くのはもう大体もう実体験でしかなかったり、今までの経験とかからしか描けないんですよ。きっと失恋したら失恋した時のね歌になるだろうし、なんかこうね、ハッピーだったらハッピーな、内容になるだろうし。でも最初はやっぱり曲を聴いての第一印象で、その曲から感じ取る雰囲気を、それとその言葉で作っていくっていう感じでしょうかね。